テレビの業界とか有名人芸能人の人たちのコミュニティ。はい、ジャパニーズペラペラドームです。今日はですね、隠語っていうのをね、紹介しようと思います。この隠語はですね、あんまり教科書でね勉強することは絶対ないですし、日本にね生活してあるコミュニティに入っている人じゃないとわからないような言葉もあるので、日本で、ね、住んでいる人とか生活している人がいたら、すごくねためになると思います。これからですね5つほど、動画をねアップしていくんですけども、まずじゃあ隠語って何だろうっていうと、ここに書いてあるんですけどね、英語で言うとシークレットラングエッジ、これね、なんかもともとフランス語みたいですけど、アーゴって言うんですかね、からカントっていうのがまあ隠語、日本語で言うとですね、ある仲間コミュニティの中でのみ使われる言葉、表現ですね。例えば警察とか病院、医者や看護師の方、それから飲食店ですね、飲食店の、働いている人たち、テレビの業界とか有名人芸能人の人たちのコミュニティの、なんでそういう人たちがねよく使うのか、そういう人たちがねそういう表現があるのかと言いますと、この隠語ってね、もともと漢字を見ていくと、隠っていう言葉が隠す隠れる、ハイドっていう意味なんですね。で、語は言葉ですね、ワードですけども、言葉だから隠れてる言葉、わからないような言葉、その人たちにしかわからないような言葉を隠語って言いますね。結構日本人は、日本の中でもその世界中にもね、こういう言葉、まあスラングとか言ったりしますけども、結構日本にはね、私も知らないような、本当にその場その場その人たちだけで使われているような言葉が結構多いので、その中でね、まあ知っているものをちょっとね、この次からご紹介します。